日本人の個性ってこれからどうするんですか。週刊ビッグハッピー、どうも大久保秀明です。今日もご視聴ありがとうございます。今回のテーマは教育です。奥が深いですね。まあ、なかなか今教育産業、まあ、産業と言っちゃうと語弊があるかもしれませんけども、難しさを抱えているのではないかなと思います。では教育の中身をですね、少しご紹介したいと思います。今特に COVID-19、まあ、コロナ禍にあってですね、まあ、教育の形も少し変わり始めていると言われています。まあ、それはどういうことかというと、やはりオンライン教育、まあ、これをもう少し積極的に取り入れていこうという動きですね。これが起こると皆さんいろんな方に実は活躍の場が、もしくはそこである役割を担うことができるっていうのがポイントなんですよ。まあ、どういうことかということですけども、教師じゃなくても教えることができるということですね。まあ、むしろ専門家の方が教え手としては価値が高まるというようなことも出てくるということですね。まあ、どういうことかっていうと、今までは先生が生徒に対して教える、まあ、これは小中大学、まあ、どこでもどこの学校行ってもレベルでも同じようなことあるんですけども、専門家のですね、そのスキルと知識を持って教育をする、それもオンラインでやることによって、実験室とかもしくはその現場のビデオと一緒になってですね、解説を入れていくということが、世界中でコンテンツを提供することができるということですね。学校にその先生たちがいなくてもいいということですよ。これは最大の実はメリットになっていますので、実はそういうところにいち早く、まあ、目をつけたっていうか、まあ、以前からあったと思うんですけども、特に大学、私立大学なんかのその講義メニューの中にですね、たくさん入ってきているというふうに聞いています。まあ、そういう意味でいくと、この YouTube を聞いていただいているあなたも先生役になれるということでございます。面白いですよね。まあ、ぜひそういうのも見てみてはどうかと思いますね。教員免許がなくても先生になれるということです。それから今世の中では AI とか、まあ、クラウド、ビッグデータっていうのがやはり取り出されていて、まあ、いろんなところにそのサービスが活躍する場面が出てきているんですけども、まあ、やはり受験とかですね、学生対象者となるその子どものですね、今後の進路どうするんだとか、何が苦手で何が得意なのかっていうところの分析とか解析とかっていうものが、もっとよりカスタムメイドされた形で提供されてくるんではないかなと思います。まあ、そのためにはある程度のデータ量がないといけなかったりとか、標準的な試験とかテストとかそういうものだけじゃなくて、何に関心がある、どれだけ集中してそこの問題を解いてるかとかですね、解けなくてもですよ、それっていうのは関心があるということなので、ですからいろんな意味でその個人の学習意欲を測るような多分サービスっていうのが出てくるんじゃないかなと。まあ、それに応じて意欲がある分野はまあどんどん伸ばしてあげるし、その学年に応じたじゃなくて、むしろ飛び越えた産業の話を入れてあげるっていうこともできるでしょうと。さっき言ったオンラインみたいな専門家の話も出せるわけなの で一方苦手な分野ですね、苦手をどこまで苦手で変な言い方放置しておいていいかですね、これは難しい。まあ小学校中学校までは義務教育なので、もう全てとにかく身につけなさいよっていうことがあるとは思うんですけど、皆さん教育っていうのは暗記して済むような答えって、これ教育とは思わないですよね。まあ、最近もよく言われてると思うんですけど、教育で大事なのはその解く力なんですよ。これを解くにはどうするかっていうことですね。だから一応まあ暗記っていうのも片隅にあるんですけども、その暗記したことだけを覚えてるっていうか、こう忘れていきますよね、どうしたって。その事柄がなんでそこにそうなったのと、なんでこうなってるのっていうところもやはりまとめて理解しないといけないんですよ。その周りが何かっていうのが実はロジックって言いましょうか、解き方ですよね。まあ、これが実は教育の根本にあるわけなので、そこをきちんとカリキュラム的に教えると言いましょうか、そこに関心を持ってもらうというところも非常に大事かなというふうに思います。実はですね、教育ビジネスで一番私が大事だと思っているのは、産業というよりも個人、ユーザー、つまり個性ですね。今の小さいお子さんたちとか含めて、親御さんもそうかもしれませんけど、個性を引き出すその試み、もしくはそういう動きをしてますかっていうことなんで
ですね。そもそも個性っていうのは他の人と違ったりすることが多いわけなので、まあ、親から見るとやめとけって言いたくなるようなことが、まあ、あるわけですね。それ大人のこの社会でも同じですよ。大企業とスタートアップの違いみたいな話が教育の世界でもあるわけですよ。標準的に誰でもできるような方、何でもできるようこなせるように育てようっていう、これ平準化なので、あの個性ははっきり言うと殺されてしまうわけですね。言葉は良くないですけど。だけど一方で個性を徹底的に伸ばそうっていうのは、これアメリカの教育とか、まあ欧米はそういう形になってるわけです。ですから、できない苦手科目は徹底的にまあできない、だけど伸ばせる分野もある意味飛び級ですね、上がっていくっていう感じなんです。日本だとそんな感じには今のところないので、日本人の個性ってこれからどうするんですかというところですね。まあ、個性を生かせないとやっぱり没頭してやり遂げて情熱を持ってみたいなところ、これはやっぱり失われていくっていうか、まあ、醸成できないということなので、ぜひこの個性を育てるために我々が何をしないといけないのか、その当事者もですね、個性を出すために自分の個性は何だろうっていうのを幼少期から、もしくはまあ小さい時にどうやって見つけるかと、好きなことを早く見つけると、まあ、そのためにはいろんなことをやってみると、手がけてみると、挑戦してみる、チャレンジしてみる、こういうことが大事なので、そういうプログラムをこの教育の中に、まあ、入れていくということが大事かなと。であと最後にインターンシップってありますよね。就職する前に大学で夏季休暇とかをうまく活用して企業にインターンシップでちょっと研修に行くっていうようなプログラムがあると思うんですけども、これもですねオンラインでいろいろできるようになったので、実は手とか足とかこう使うような作業でなければ、もうパソコンとかスマホでやれる仕事、インターネットインターンシップみたいなプログラムもおそらくこれからたくさん出てくるだろうと思います。というのはやはり産業そのものがやっぱクラウドをうまく使って実態にお金をかける前に仮想空間とかシミュレーションでそのビジネスをまず検証しましょうっていう作業がどんどん増えていく。でそのどんどん増えていくそのレシピといいましょうか、やり方は実は若い人にフィットしてるんですね。なぜかというと、だいたいプログラミングをまあ使ったり作ったりすることが多くなるからなんですね。まあ、そういう意味でいろんなその学習体系、勉強する仕方、それから講師側ですね、先生側もどん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 これから変化していく、ダイナミックに変わっていくということなの で国境も越えていくということなので、非常に面白い産業分野だと思います。パートタイムもできますよ、副業もできると思います。10分間だけ喋ります、専門知識で。これでもきちんとその学生さんに伝えたりとかですね、することができると、まあ、こういう産業がですね育つこと、私としても期待したいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方、ぜひ登録をお願いいたします。そしてコメント欄への記入も忘れなくお願いします。ぜひ双方向のコミュニケーションをしていきましょう。本日はありがとうございました。また次回お楽しみにしてください。大光秀明でした。